はい、今日の隠居飯の時間は春のタケノコでございます。こちらの方にね、用意してますね。ちょっと角度変えてみましょうか。視聴者様から送られてきたタケノコ、これをですね、アク抜きして煮つけてもらいました。どうですか？でもうほとんど食べちゃって、残りがこれだけなんですね。あとはね、あの人参と、あとなんか木の芽があったんですけども、まあ残りこんだけになっちゃってね。タケノコはしっかりとあるんですけどね、こちらの方いただいてみようかと思います。コリコリとしてね、とっても美味しい季節です。すいません、じゃあ深夜4時に味わうタケノコ、いただきます。やっぱ春はタケノコですね。タケノコってイノシシが掘っちゃうんですよね。で食べちゃうんですよね。だから人間様が食べる分っていうのは、イノシシ様が私たちのために残してくださった部分になります。でこれをね、山に行って掘ってくださった方がいます。本当にありがとうございます。いただいてます。お母さんも頂戴しました。本当にありがとうございます。うん、ほらこれね、特に今回は言うことはないです。あのよくね、インターネット SNS とか、あのどこの誰が見てるか分かんないっていう、そういう考えもありますね。私はですね、愛と善意にあふれた人が見てると思ってるんですよ。その証拠がこう、私のために労を尽くして物を送ってくださる方がいるっていうことじゃないかなと思うんですよ。で私ね、インターネットの向こうから誰かが小包を送ってくれて、小包を開けてみたらね、パンチが飛んできたってことはないですよ。いつも愛情となんかね、感動に満ちたプレゼントばかりです。今回もそうですよね。あの要するにね、まあ横島な心に満ちた発信をすれば、そういうのが好きな人が寄ってくるのかなっていう部分もあると思うんですよ。でも喜びと励ましに満ちた放送をね、続けていれば、きっとそういう方が近づいてくるんじゃないかなと思うんですよね。で今回も木村屋のパン、このパンをね、私毎日食べてて放送してましたけども、これを見て食べてみたいっていう方がね、何名かいらっしゃいましたんで、じゃあ送りますよって感じでね、送らせていただきました。これも大切な人と人とのつながりだと思うんですよ。まあ、あのインターネット SNS を使ってね、よくちっちゃい女の子とかが性犯罪に巻き込まれるみたいなこともあります。確かにそういう闇の部分はあるんですけども、やっぱりね、無防備にやるべきではないと思いますね。うん、特に幼い女の子が、うん、インターネットを使うのはまだ危険に満ちた部分があると思います。それはやっぱり一定の防御力を身につけるべきだと思うんですけども、それを、まあ、お父さんお母さん家族の方がね、教えてくれないんですよ、なかなかね。そもそも子供がそういうことをこっそりやってるから、知る由もないということなんですよ。まあ、ですんで、まあ、小さなね、お子さんをお持ちの方にちょっとメッセージとして発信したいですけども、基本的にみんなやってるよってところをね、前提にしていただきたいと。だからよく男の子がね、中学生ぐらいになったらこうエッチな本を隠してるわけなんですよ。それと同じように、まあ、女の子がね、小中学生の女の子とかは、まあ、そういった未知の体験をこっそりと家族に隠れてね、やってみたいっていう冒険心はあるんでしょうけども、ただ冒険心を持つのは女の子の方であってもね、欲望を満たしたいという、そういうふうな、無責任な感情はこのインターネットの中にあふれてるわけなんですよ。人を励ましたいっていう欲望にあふれてる人との出会いならいいんですけども、まあ自分のね、個人的な享楽のために使ってる方もいるわけですからね。うん、その辺でしょうね。まあいろいろと話しましたけど、今回はタケノコいただきまして、本当にこれをね、
インターネットに YouTube に永遠に残せるのは喜びです。ありがとうございました。